ちょっと水を出してから揚げるとそこまでね、茄子ってのは油吸わないんで。いいよ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 。お酒があれば何でもできる。どうも、リスです。このスタジオ中が白けてますけども、今回はですね、至高シリーズでございます。至高の麻婆茄子。茄子の至高レシピって、まあ茄子味噌もやったし煮浸しもやったんですけども、麻婆茄子ってなんであんなうまいんでしょうね。ご飯にかけてもいいし、お酒のつまみの味最高じゃないですか。僕は麻婆茄子の中でこれ以上美味しいものはないと思ってます。コツとかも結構ありますんで、丁寧にお酒を飲みながら楽しくやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあね、材料説明いきます。まず茄子です。3本でね、300g ぐらいですかね。 300g から320g ぐらい。そしてニンニク2かけ、長ネギがね、2分の1本 60g ぐらい使います。あと、ひき肉は今回豚ですね。中華料理だと豚ひき肉を、まあ、かなりよく使いますので、豚ひき肉を使います。また調味料はね、概要欄、になるんですけども、用意しておいた方がいいのは豆板醤と甜麺醤ですね。はい、じゃあ至高シリーズを使うルーメイト、何が一番重要かっていうと、やっぱ元気だと思うんですね。この暑い時期にマーボーナスを作るっていうと、やっぱ元気がないとね、元気を注入したいと思います。カモン、アルチューマシーン2号。2号ですね、大体。炭酸を注いで中華を作って元気を出していきたいと思います。元気を出して、はい。あー、元気出てきた。元気があれば何でもできる。でもまずちょっと元気出ないんで、スタッフのみんなにも飲んでもらおうと思います。ちゃんと冷やしといてな、みんな。はい、みんなみんなでしょ。運命共同体だから。だってみんなもさ、美味しい麻婆茄子飲みたいでしょ。飲みたーい。待ってて、飲んで待ってて、撮影して撮影して待ってて。ニンニクですね、お野菜から切っていきましょう。生姜を使うレシピとかもあるんですけども、好みでニンニクを使います。ニンニクはね、2かけ、たっぷりめに使いますね。ニンニクをこうちょっとがっつり使って、こう臭みをね、消していくような感じですかね。はい、はい、こんな感じで潰してスライスすると粗みじんになりますんで。で、チューブでもいいですかっていうご質問結構あるんですけども、僕はね、至高シリーズはね、特にチューブは使わないで生のニンニクを使っていただきたいなと思う。やっぱりね、炒めた時の香りが全然違うんでね。長ネギですね。はい、長ネギなんですけども、僕の場合はね、こうやって切るんですね。こうやってね、長のネギをね、ちょっと多めにやりますんで。蛇腹で切る方とかもいらっしゃるんですけども、蛇腹で切るとね、こういう切り方になるんです。こうやってたまにはこういう切り方もやってみようかな。別方向に切っていくんですね。これで切っていくと、みじん切りになるっていうね。まあでもこっちの方がやりやすいっていう方もいらっしゃると思うんで、一応両方やっときます。ほら、みじん切りになるでしょ。これ長ネギがね、最後にバッと投入するんでね。おたんこナスです。はい、そしたら、こいつを切っていきます。ヘタはね、落とすんですね。ヘタを落としたら、こうやって剥いていくんですよ。こうやってね、ちょっと切れ目入れるんですよね。そうすると、この皮ってね、油を吸わないんで、これちょっと切れ目をね、全体的に入れていくと、シュンとなります。3箇所ぐらいやったらいいです。で、こうやって、乱切り。はい。こうやって回しながら切っていくんですよ。小さめの一口だよかな。こんなもんですね。で、これは全部やっていきます。まあ、面倒だったらやんなくてもいいんですけどもね。やった方が油もね、よく吸うようになるんですよ。短時間で仕上がるっていうような ところもあります。こうやって乱切りしていきます。はい、うわーん。ちょっとよく分からなかった。今元気いいっすね。これはもう乱切りに小さめで全然平気だと思います。はい、皮の部分をね、下にしてこう並べるんですよ。塩を振るんですね。こう全体に小さじ4分の1ぐらいかな。だから2つまみぐらいな感じですかね。はい、に振ってください。で、こうするとナスって水分を持っててスポンジ状になってるもんですから、水が出てくるんですね。水が出てくるので、ナス自体に水が行き渡ると、必要以上にこのナスの油吸わなくなるんですよ。これはですね、やってください。これじんわり水が出てきます。数分で結構。これそんないっぱい置かなくて、水がもう染み出してきたなっていうのがよくわかるんで。じゃあこれはちょっとね、置いておきます。じゃあ2、3分経ちまして、わかりますかね。これこう表面キラキラになってきたの。
まあ丁寧にやるんだったらですよ、丁寧にやるんだったらちょっとね水抜きます。こうやって片面だけです。あの全体やるとね、かなりしょっぱくなっちゃうんで。はい、はい、じゃあ、フライパン用意しました。これ、火にかけます。で油注いでいきます。油なんですけども、だいたいね鍋底からね1センチぐらいと、フライパンはねちょっと大きめのものがいいです。これぐらいでね、まあ、本当に鍋底1センチぐらいでいいです。まずね温めるんですね。素揚げをする感じです。素揚げをするとナスがとろっと仕上がるんで、片栗粉とかはねしなくて大丈夫、素揚げで平気です。片栗粉とかをしてももちろんいいんですけども、片栗粉がね油を吸ってかなりごってりした仕上がりになっちゃうので、僕は揚げるって言っても揚げ焼きです。これでもねめちゃめちゃ美味しく揚がります。十分温まりましたら、ナスを入れていきます。揚げるとさ、ナスのさ、こう熱でね、ナスのさ、この紫色がね、キャッと出るんだよね。これと同時進行で、肉味噌これからやるんですけども、やってもいいんですけども、まずはね、僕ね、ナスやった方がいいかなっていうふうに思います。一回素揚げしたら、ちょっと置いててもね、ナスってそんなに、こうむしろ余熱で、柔らかくなっていくんで。塩をして、ちょっと水を出してから揚げると、そこまでね、ナスっていうのは油吸わないんで、これすごく重要です。結構ここでガッツリとナス火入れちゃいます。それこそ揚げナスとして食べられるぐらいやっちゃいます。やっぱね、解説しないとダメです。わからない方もいらっしゃいますから、いっぱい。もう毎回同じ人が見てるかと思ったら別にそうでもないんでね、やっぱり毎回本気でやらないとダメです。たまに酔っ払いで甘えることがあるんですけども、この色、この色いい感じです。この色になったら常時ね、ザルに揚げていきます。全体的にトロッとしたらもうこれはね揚げます。あー、いいですね、うまそうですね、これね。はい、はいはいはい、じゃあですね、ちょっとさっきのフライパンなんですけども、油はちょっと処理して少しだけ残しました。で、ここに豚ひき肉 140g の豚ひき肉です。はい、油で、ちょっと強めに炒めていきます。ここのお肉は結構カリッと仕上げた方がいい。肉を炒める時のポイントは、あんまりね、ひっくり返さんことをですね、ひっくり返さないことによってずーっとこのフライパンの熱い面に触れてパリッとなっていくんで、じゃあ 今ちょっとひっくり返しますね。これほら、これで焦げ目ができてくるんですよ。で、片面ももう一回、こんな感じの、パリッとした焼き目をつけていきます。これがね、香ばしさになるんでね、全体がパリッとこう焦げ目つきましたね。そしたら、これニンニク入れます。はい、ニンニクをね、イタリアンとかだと最初に入れるんですけども、肉がパリッとさせてから入れた方が焦げない。で、ここ中火で、やっていくんですけども、豆板醤が、大さじ1杯入れるんで、大体大さじ1杯。はい、まずね、豆板醤から入れるんですよ。これなんでかっていうと、甜麺醤もこれから入れるんですけども、甜麺醤って焦げやすいんで豆板醤から入れます。豆板醤が炒まって、香りが出たら大さじ1杯ですね。甘みとコク、旨味すべて入ってますね、甜麺醤は。で、甜麺醤を入れたらもう焦がさないように火を入れることによって、この味がね凝縮されて香ばしさが出てきますんで、この肉味噌はね、事前に作っておいても全然平気です。水 200cc 炒まったらね入れます。ソーミシャンタンとか中華練りスープの場合だと、小さじ1弱ですね。1もいらないぐらいです。大体大さじ1杯。これ香り付け、よしか。で、沸かします。沸いたら醤油大さじ半分ぐらい。これ濃いめなんで、もしね、ちょっと濃いめなのもちょっと嫌だなって方はもうちょっと、減らしてください。小さじ1ぐらいでもいいです。目分までいっちゃいますね。はい、小さじ1杯ラーの油です。これもね、小さじ1杯ぐらい。今回ね、ごま油 と、ラー油のブレンドです。と、ナス、お待たせしました。ここでナス入ります。はい、ナス入ります。ナスさん、いいんです。長ネギも、はい、たっぷりの長ネギも入れます。長ネギの分量麻婆より多いかもしれないですね、これね。こんな感じです。はい、あとはね、とろみ漬けに、片栗粉ですね。片栗粉大さじ1に、水大さじ2、ね、倍量の水で溶いたものですね、片栗粉。はい、これを入れていきます。で、回し入れる。はい、回し入れます。この時は火は入れないとダメです。火を入れることによって片栗粉っていうのは凝固してくれますんで。最後にこれ、お酢なんです。お酢を最後に小さじね半分ぐらい入れると味が締まります。小さじ半分パラッと、これがね味かなり締めてくれるんで、マーボーナスの時はねこれやった方がいいです。もうこれで完成。
とね煮詰めすぎて味濃くなっちゃったんで水少し足して今沸かしてます。大体今大さじ2ぐらい入れましたけど、これ調節必要なんで、そのあたりはもう自分の舌で決めましょう。はい、で持っていきます。うわ、ナスとろっちょろ、いいよ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 。ちょっとね、今回あの 2,3 人もあるので、僕は追いラー油、そして追いネギちゃんですね。ちょっと青みが欲しいんでね。はい、ひこのままごめんなさい、完成です。はい、ということでできました。いや、疲れたな。いただきます。麻婆茄子食べるときに絶対大皿に盛ってください。麻婆豆腐とか麻婆茄子って片栗粉でとろみつけてるじゃないですか。片栗粉ってあの唾液の成分でとろみ溶けるんですよ。とろみがねシャバシャバになっちゃうの。だからこうやって少しずつ取って食べるとずっととろみがいきますから、だから大皿によそって少しずつ取って食べるのが正解です。中華で大皿で提供されるのは意味があるんだから。じゃあいただきます。わあ。これ最高です。トロットロなんですね。焦げ目のついたひき肉と絡み合うことによってものすごくうまくなってる。そして大好きな調味料ホアジャオね、これで最高の麻婆茄子紹介します。麻婆茄子うますぎだこれ、求愛止まんねこれ。この快楽を味わわせたあったんです。パンパイ、麻婆茄子パーティーなんで、どうぞいただきます。いただきます。うまっ。最初に素揚げしとくのがポイント。焼肉めちゃめちゃうまいっすわ。パリッと両面焼くのがポイント。俺これ以上作れない。ご飯でもいけるよ、酒を、いやどっちもいいっすね。ご飯めっちゃうまいかって、ご飯やばそう。油通しもだって通すとかじゃなくてもなんかちゃんと結構揚げてましたね、うん、油通しじゃないのあれはね、あのちゃんと揚げてんの。辛さも控えめだよ。麻婆豆腐の時は結構辛くしたんだけど、ラー油とごま油を半々にすることによって一般向きにした。俺の中華大体しこウーバーイーツとか頼んだりもするんだけど、たまに僕が全部作りますよっていう日があって、その時は全部作るんだけど大変なのよこれ。これ1個でこれ1個で俺汗だくよなって。俺本気でやったらきっつすぎるから。元気のある時ね。もうしたらもうそれはもうサブちゃん取るから。俺こんな頑張れるっていうの。前日が仕込むから。仕込みから俺もうそのあの人招く時はマジでやるんだよね。麻婆茄子これはねみんなの反応見てると分かるけど、まあ、マジでうまいと思ってるなっていうのが分かったんで、これ皆さんもう本当に超自信作のレシピなんで皆さんやってみてください。よし、まあ、完璧。めっちゃ冷えてるわ。じゃあ、後ほど待って、後ほど待ってて、飲んで待って。最近なんかいよいよ飲みサー感強い気がしてきたんですよね。まあ飲みサーでいや飲みサーからこの動画チームになったから。何を言ってんの。俺たちのルーツだからこれ。前飲みサー否定してたくせに。飲みサーです。